本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。なおチャンネル登録並びにりゅうちゃんの田舎暮らしを楽しみにお待ちの皆様ありがとうございます。ちょっとまた今日も日差しがですね、鹿児島の方は強いですので、すいません、ちょっとサングラスをかけさせていただきます。やはりですね、年を取るにつれて目とか耳とかですね、いろんな部分をこの保護するようにしないとだいぶ疲れが来ておりますので、すいません。これはUV カットとかなんとかいろんなのが、ガラスの方にですね施されておりまして、十分いいですね。綺麗に腕剣が見える、腕剣というのは鹿児島弁で腕剣というのは世間様が綺麗に見えるということですね。今日はかいつまんでですね、パパパッと説明するのはあまり長くなるといけませんので、この間 Amazon さんで、最初はですね50メートル巻きのタイプを注文をして、ひょっとしたら60メートルが送ってくるんじゃないかなという話をしておりました。それはですね、今現物がどこに発送されて配送のセンターにあるかというのが不明であったということでですね、Amazon さんの方からキャンセルが可能になりましたよ、問い合わせをしたらキャンセルが可能になりましたということでですね、50メートル巻きはもうキャンセルをして、すぐに、60メートル巻きの、ところからですね購入いたしました。これが今こうですね、スムーズに来ましたね。今回もまた前回の50メートル巻きの分はダメでした。注意してください。これは60メートル巻きの、Amazon さんから、ですね、価格はですね1900円以内で購入できると思います。今ならこれが、表記ではですね3ミリ60メートル巻きというふうに書いてあります。3ミリの方はですね、簡単に言う、これはテクニブレードの悩みなんですけども、のこばの部分とのこばの部分ですね、こちらはですね 4. 点何ミリあると思います。正確に私は測っておりません。北房おっさん、まあ、私はりゅうちゃんの田舎暮らしでですね、草刈り会の父、まあ、草刈り会のお父さんという意味ですね、草刈り会の父、北房おっさんの動画の中にですね、ちょっとどの部分であったかというのは分かりませんけども、このウルフ、これを説明していらっしゃる動画があります。それを見ていただくと、北房おっさん様がのこばとのこばの部分は4点何ミリありますねとかいうのが説明がしてあります。簡単にかいつまんで説明しますと、これはテクニブレードの意味ですけど、これのウルフに置き換えて説明いたします。こちらがですね、のこばとのこば、今このノコバが上と下の方に向かって出ております。この部分が4点何ミリだと思います。それで横をのこばとのこばを横にしてですね説明すれば、この何もないツルツルのところが3ミリぐらいじゃないかなという記憶があります。3点何ミリか3ミリぐらいだと思います。ですので実質切っていく方向に計算を置き換えると、約のこばとのこばが4点何ミリであろうということですね。ですので、実際は表記には3ミリの60メートル巻きというふうに書いてあります。ただしですね、中国チャイナの中国から送ってまいりますので、60メートルあるかないかというのは私は測っておりません。一回ですね、これを購入された方がずっと伸ばして測ってみたら、54メートルか56メートルかしかなかったというお話も聞いております。ですので、まあ
60メートル巻きと書いてありますけども、まあ、50メートル入っとけばいいなというような感覚で購入していただければ、リュウちゃんがせっかくいいコードですよという案内をしたんだけども、手元に届いたのは55メートルしかなかったとか、54メートル、56メートルしかなかったというのがあるかもしれません。わかりません。私は測っておりません。これをですね、測るって言ったらですね、まあ、測らないかんとでしょうけどですね、紹介する以上は。まあ、一応、60メートルと書いてありますけども、まあ、頭の中では、まあ、50メートルから55、6メートル巻いてあればいいなという感覚でですね、購入していただければ間違いないかと思います。私も実際まだ測っておりませんけども、まあ、いつかはですね、これを測ってしないといけないなと思うんですけどですね、どっちかというとザックバランの方ですもんね。まあ、60メートル書いてあるから、まあ、チャイナの方から送ってくるから、まあ、できれば55メートル前後巻いてあればいいなという私は感覚です。これもいいですね。それでこの間ですね、ご質問欄から、リュウちゃんこれチェーンソーなどを使用した後に、掃除コンプレッサーに、がなくても大丈夫でしょうかねというご質問がありました。私が実質、このマキタのハンディチェーンソーですね、マキタのハンディチェーンソー並びにこのハスクバーナーの、これ何ですかな、名前をあまりよく覚えないタイプなもんですからすいません。これがですね T540XP というやつですね。どっか 40cc 近くぐらいあったんじゃなかったですけど、これもですねバンバン使用してですね、これでこれですね、ここの部分ですね、この部分を上をポコンと出して抜くだけです。それでこれにつけてくるっと回してロックをしますね。もう外れません。これでですね、まあ簡単に言えばですね、まあ、ちょっとした作業したんですね、パパパパーと切ってちょっと作業した、まあ、汚れたままではかわいそうだなと思われる方、これで十分です。もうここからですね、まあこういう状態ですね、こういう状態でこうして一旦こういう風にしてですね、こういう風にして吹かしてちょっとだけですね、家に帰るまで本格的な掃除をするまではこれで十分です。それとバーですね、バーチェーンソーの刃なんかを外してこの中を掃除をするのにも十分です。間違いありません。私がもう何回もこれで作業した直後、サササササーっと軽く掃除をして、それまたケースに入れて車にちょっと置いとく。それで帰ってから本格的にまたこれを引っ張り出してさーっと掃除バーを外して中の方をですねさーっと掃除をして、あとは、布切れでさささっと拭けば完了です。これも同じです。これもまあ作業しますね。バンバン作業した後にですね、まあ、バンバン作業した後にこれでこのようにして一旦車に保管を、仮保管をしてですね、それから家に帰ってこのマキタのハンディチェーンソー並びにこのハスクバーナーの T540XP ですね、こちらをネジを外してばらして装置エンドバーを外してですね、ここの中をですね、これは今カバーがついてますけども、これを取った状態で窓裸の状態ですね、これできれいに掃除をして、あと、まあ、ボロ切れですね、これでここをきれいに拭いていただいて、そうするともうバッチグーで掃除ができるということですね。ですね、これはですね、連続作業もできます。これを軽く2回ポンポンとするとですね、あら軽く2回ポンポンとするとこういう感じですね、音が。これが弱かな。それでこれでですね、また2回
強く連続で2回ポンポン、こうですね。すいません、説明が悪かったです。いざ止まりますね。これで強くですねポンポンとするとこうですね。これは逆がなかったのかな、さっきしたら逆で回ったんですけどですね、ちょんちょん2回ちょんちょんとすると、あ、できましたね。ちょっと待ってくださいね。こういうのはあんま弱いんですね、私は。すいません。ちょんちょん。2回すると逆でですね、回ります。こういう感じですね。まあ、これじゃちょっと弱いかな、ってな感じです。まあ、ちょっとしたこう、込み入ったところをするときには、こういうふうに、サラサラサラっとするところはいいですね。これ2回続けて、2回ポンポンと押すとこになる。こういう感じですね。これでまた2回、あ、1回止まるですね。逆がこうですね。今こういう感じですね。逆、まあなんていうんですかね、まあ、ちょこっとした時のちょっとこうほこりを飛ばすというようなやつはいいでしょう。そうですね。でこれを2回するとどうなるかということですね。2回またポンポンとするとこういう感じですね。これで1回ポコンとすると連続作業が停止する。これさらに連続でしたい場合にはグッと握ればこうですね、こういう感じですね。離せば止まる。だからちょんちょんと2回軽くすると逆、それで、あ、ちょっと弱いなと思った時はまた2回かな、するとこういう感じですね。これで1回レバーを引くと停止、連続作業が握りっぱなしですると連続作業ができるということですね。こうですね。もう1回最後に説明いたします。ちょこんちょこんと2回するとこうですね。1回押すと止まる。これが逆が軽くちょこんちょこんとすると逆、これで1回すると止まるですね。軽くちょんちょんとすると、軽くちょんちょんと2回、軽く1回2回すると弱。これをちょっと風量が足りないなと思った場合はこのレバーをもう1回強く2回するとこういう感じですね。これで1回握る、握ってすぐ離せば停止をする。それで連続作業をしたい場合にはもう握りっぱなしでこういう感じですね。まあこの音を聞いていただければ、あ、結構強いなというのがわかると思います。そうですね、大概のコンプレッサーにある程度匹敵するぐらいのパワーはあります。手頃な価格です。価格を言ってしまうとですね、リュウちゃんあまり価格を言わないでくださいよ、その値段で売らないといけなくなりますから、というような値段です。ただしこれはですね、できれば販売店で購入していただいてですね、廃校機さんの取扱店のこのま販売店で万が一の故障の時は持って行っていただいて、電池がどうですよ、本体がどうですよというような場合、まあ要はですね、簡単に言えばここを押さえてこういう使い方をですね、まあ灰箱なんていうんですか、こうひっつけてバンバン回すというような使い方をされて故障した場合にはですね、保証は効かないと思います。通常にさーっと使って突然止まったとか電池がおかしいとかということは販売店にもそのまま持っていってください。そうすると電池が悪かった、これは設定、再設定をして直しました、これでもう一回持って帰ってきて使って、それでもランプがつく、また持って行って電池はこんな交換してくれます、無償で。私が前回1回ですね、Bluetooth 機能の、今この電池ですね、 Bluetooth 機能のこの電池をですね、もう間に合わせに、もうこれでよかっつってですね、もうこれしかなかったもんですから、もうこれでいいっつって購入した時に、あれは、あれは何ですっけ、この鉄なんかを削るサンダーというんですけ、
3段に取り付けて作業していたら、何回か使ったら3回4回使ったから、その時にここのランプが両端がつきました。異常ランプですね、両端がつくのは。ボタンを押せば青いグリーンのランプが 1,2,3,4 つくんですけども、その時には両端が赤ランプだったと思います。その時に1回持って行って、点検をしてもらったら再設定で、使用可能になると思いますので、ということで、何かそのテスターみたいなのでですね、再設定をして正常に戻りましたということで、また持ってきてまた使用したら、また両端が赤ランプがつきました。それでもう一回持っていきました。その時に前もお話をしました、2度はあるけども3度はもう辛抱せんよと、3度目はもう辛抱せんよというふうに伝えとってくれよという話を、富谷の鹿児島県鹿屋市にあります資材、こういう電動工具類すべて取り扱っている鹿児島県鹿屋市にございます富谷さんに、そういうふうにお伝えしました。2度目は辛抱すると、3度目はもう辛抱せんよと、あの廃工機さんに伝えとってくれよって言ってですね、作業するたびに故障しょっても何もならんと、ただもうあの申し訳ありませんでしたということで、もう電池をですね新品に交換してくれました。そういう兼ね合いがありますので、できれば販売店ですね、インターネットの場合はですね、送ってまた3日4日待って1週間後発送した1週間後に帰ってきてしてどうこうって、もう時間がかかります。私の場合はそう思っておりますので、あまりインターネットではですね、まあ、こういうのは買います。テクニブレードならミリとかですね、こういうのはインターネットでパッパッと買いますけども、こういうやつはですね、なるべく販売店で直に行ってお話をして気に入ったのを購入された方がいいと思います。その後のですね、対応がしっかりできるということですね。いちいち発送線でもいい、自分が暇な時に持って行って預ければピシャッと元通りにして、それでも電池が不具合が出るようであれば新品に変えてくれるということですね。ただし2年も3年も使ってちょっと調子が悪いがよった場合はですね、ちょっと私は分かりません。保証期間がまあ1年なり1年半とかなんかあるんじゃないですかね。ですので、なるべくならこういう牧田のハンディチェーンソー、廃工機さんのコードレスエアダスター、こういう関係はですね、なるべく販売店に行って購入された方がよろしいかと思います。でそれでこちらの場合は、この間ご質問からありました、コンプレッサーぐらいの役目は果たしますかね。十分です。私は今こちらとこちらはもう、超動輪の山の中でバンバンやって鍵の掃除をして車に保管する、それでこちらもさささっと掃除をして車の中に鍵保管をして、家に帰ってからもう一度これでバラバラに外して、掃除をさーっと綺麗に全部ですね、中から全部掃除をこういう風にして、あとはこういうボロ切れでスッスッスッスーと拭けば綺麗になりますということですね。ですので今回はちょっと急ぎ話で申し訳ありませんけども、廃工機 18V コードレスエアダスターですね、エアダスターじゃなくてエアダスターですね、 RA18DA ですね、 18V の機械ですけども、私は36V 18V 対応電池を使用しておりますので、こちらの電池でも大丈夫ですよということですね。これは 18V の、 あの専用のモーターが組み込まれて装置がしてありますので、本当は 18V が持っていらっしゃれば最高だと思います。私は 36V 18V 対応のマルチの蓄電池を使用しておりますので、ちょうど良かったということですね。それとですね、この間あまり詳しく話ができませんでしたので、この中にですね、これかな、この中にですね、こういういろんな付属品が入っております。
これですね、エアーベッドとか、エアーベッドとか、あの浮き輪とか、それから子供がよく水遊びをするあのプールですね、ビニールで作ったプール、あれにもアタッチメントをこの先を取り替えてこちらをつけていただければ空気も入れられる、それと位置をずらせば空気も抜ける、まだテストしておりませんというふうに明記してありますので、うちは子供がプールはまだ、プールはまだというふうにですね、もう10日15日前からもう言っておりますので、ちょうどこちらの機械が良かったな、 18V コードレスエアダスター RA18DA ですね、これがちょうど良かったなということですね。もし廃校機さんの蓄電池なんかをですね、 18V もしくは 36V、 18V 対応のマルチのこの電池用ですね、蓄電池を手元にお持ちであれば、この廃校機のこれエアダスターですね、これ結構いきますよ。私はもうバッチリ掃除をして、これはもうすべて、こちらもこちらもすべてこちらの廃校機さんのコードレスエアダスター RA18DA で掃除をして、この状態ですね。最後はあの布切れで拭くだけで OK。 わざわざコンプレッサーのスイッチを入れに行ってコードを引っ張り出してバーバ吹かさんでもですね、今こちらのコードレスエアダスター RA18DA で十分に掃除が完了できましたということですね。もう何回もやっておりますので間違いありません。ただしですね、あまりこの使いこなしたやつですね、もう1週間も2週間もあるいは使いっぱなしの方ですね、それでですね、これで綺麗に掃除をせいちゃやっぱりもうこびりついておりますので、それはちょっと難しいのかな、なんかでかこの小さぎ落とさないかんでしょうということですね。ただしちょこっとバンバンやって仮に掃除をさーっとして車に保管をして帰ってからもう一度これでするというのは十分 OK です、間違いありません。私が今こちらですね、こちらの何だったかな、ハスクバーナー T540XP と、電動チェーンソー、電動チェーンソーというのがハンディチェーンソーですね、こちらバチバチ使った後に仮に掃除をして車に保管をして家に帰って引っ張り出してバラバラにしてきれいに掃除ができて拭き終わったら今この状態だということですね。これはコンプレッサーは一切使っておりません。いつも言いますけども、ま、リュウちゃん嘘つかないっていうのはですね、いけませんので、リュウちゃんちょっと嘘つかないというような感じですね。 100% はですね、たまに省略をしてごまかす時があります。それはまあ人間誰しもそうだと思いますけども、私の場合はリュウちゃんちょっとだけ嘘つかないというような感じですね。ちょっとですね、ちょっとは嘘が入るかもしれません。ただしこういう説明になるとですね、本腰入れて説明をせんなですね、リュウちゃんリュウちゃんが言う廃校機のコードレスエアダスター RA18DA を買ったけども役に立たんよって言われたらいかんからですね。それとこれとですね、もう一回りちょっとだけ大きいのがあります。私はですね、ちょっとやっぱり大きいから馬力が強いのかなって考えたんですけども、何て言うんですか、保管私はこの軽トラックにですね、もうなんじゃかんじゃ目いっぱい積んで、結構重たいと思います。それにですね、これを、こういうふうにしてこのポコンと細かく収納をしてポンと置きたいというのがありましたもんですから、もう一台のやつはですね、ちょっともう少しこのくらいあったような気がしますですね。これがちょうどいいなと思ってですね、まあ掃除までいければいいなと思ったんですけども、バチバチ掃除をしてくれました。間違いないです、私が使ってこの通りピカピカの綺麗であるということですね。本日はですね、前半戦はこのような話になりました。後半戦はですね、テクニブレード7ミリですね、80V、40V 8アンペア4つで本日ちょっとやってみてどのようになるかというような感じですね。それでナイロンローターがオレゴンさんのあれこんなんやったかな、また名前をど忘れしましたね、このカチャ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 っと差し込むやつですね、
もう皆さんは分かってらっしゃると思うんですけども、ちょっとしばしお待ちくださいね。今日は鹿児島はいい天気なんですけど、頭がちょっと曇ってますね。ジェットフィット、あ、ジェットフィットですね。ジェットフィット、カチャ、この一本をですね、カチャ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 っと差し込んで取り付けるやつですね。これでまた今度はこっちからカチャカチャっと抜けば次のやつに交換できる素敵なナイロンローター、オレゴン産のジェットフィット。これは2本出しのタイプと4本出しのタイプとあるということですね。ジェットフィット2本出しのタイプと、それに今度は4本出しのタイプがあるということですね。2本出しはある程度の機械で使います。4本出しの場合はですね、ちょっと馬力のあるやつじゃないとうまく回らないということですね。一番いいのは4本出しが一番いいです。2本出しにしとってですね、たまにですね、もうたまにです、抜けないということがあります。私なんかもあのプライヤーとかペンチでこちらを挟んでですね、ぐっとひねったようにしてスッと抜けば大概抜けます。たまに私なんかのようにですね、もう竹やら何やらとこもバッチバチいったらすると、この抜く側の方がですね、最初はこのくらい出てるんですけども、たまに当たったりして ここがでなくなる時があるんですよね。それでこっちは出てるんだけども、こっちを抜けない、挟めないという状態ですね。もう手で引っ張っても抜けませんので、もうがっちり食い込んでますから、ここをたまに切れてなくなる時があります。その時なんかはですね、こちらを切って、こちらもないわけですから、こちらをパタッと切って4本出しの2本差し込んで、上の方の2本に新しいのを差し込むので、連続して作業していくという風なのをよく取っております。ですので、できればですね、4本出しを購入されて、下の2本で使って、もし万が一の故障の場合は上に付け替えるというですね。今の説明で分かりましたかね。また次回ゆっくりと説明します。前の動画にも説明していると思います。ですので、今回はテクニブレード7ミリを、80ボルトマックスに2本出しにして、なんていうんですか、ちょっと通路をですね、車が通る通路を作らないかもんですから、そこをですね、ちょっとサラサラ、そんな長くはないと思います。サラサラですね。で、時間がありましたら、ちょっとこちらのここをですね、サラサラやってみたいなと思います。本日は以上でよかったのかな。あとは何もなかったな。ひょっとしたら、晴天、逆転、回転のナイロンコード専用機ですね。今、あそこに見えてますけども。ちょっともう名前忘れました。そちらも使用するんじゃないかなと思います。一応、とりあえずこれにテクニブレード7ミリですね。これバチバチつけてやってみたいと思います。本日はですね、前半戦はなんか話忘れはなかったですね。廃光器18ボルトコードレスエアダスタ RA18DA、 これは36ボルト18ボルト対応マルチ電池蓄電池、これも使用できます。18ボルトの廃光器さんの18ボルトの蓄電池をお持ちのお客様もこれは使用できます。パワーはあります。私がもう実践して掃除をして、青わざわざコンプレッサーのコードスイッチを入れたり、コードエアホースを引っ張り出して掃除をするよりはこっちが十分であるということですね。これは、なぜ今日この説明したかというとですね、前回、エアダスターの、お話をした時に、ゆうちゃん、チェーンソーなんかの掃除はバリバリできますかねというお話がありましたので、私がバリバリ掃除をしてこのようにピカピカになるということですね。バッチリですね。間違いありません。私が実践しておりますので、これは 100% 言えます。あとは、あ、これですね、ウルフ 3mm60m 巻き、ただし、チャイナ製でありますので 60m というのが不確かであるということですね。このコードの 3mm というのはですね、もう一回り大きいと思います。そういう感じで、できれば 60m 巻きであるけども、まあ、55m 巻いてあればいいなという感覚で購入していただければバチバチいきます。これも保証付きです。私のこれは流ちゃん嘘つかないという感じです。私はもう実際超道林道、山の中でバチバチ切っております。コードの減りも少ないですね。あとは何かな、そうですね、それでまあこの 80VMAX 何回も言いますけども、蓄電池4個では足りませんよということですね。6個、最低6個のやつ足りませんよ。それでこの、今ちょっと見えてますけども、ポータブル電源のどでかいやつか、
私のように、インバーター発電機をエンジンをかけて充電しないと4個じゃ間に合わない6個ですよということですね。これは前回の動画かな、その前の動画であたりでまた話をしております。そういう感じですね今日は。ということでですね、今からですね、バチバチじゃないですよ、ちょろちょろバチバチがあるぐらいで、それでまあこれでどのぐらいまで対応してくれるかっていうので頑張ってみてですね、それで車がスーッと行けるようにこの通路を作るということですね。そういう感じですね。本日はですね、前半戦はまあこういうエアダスター、廃坑機コードレスエアダスターですね、 RA18DA のですねお話、これはご質問欄から、リュウちゃん遅延層なんかはエアコンプレッサーの代わりになりますかね、十分なります、私がもうバッチリテストをいたしておりますので、もう何回も使って、掃除をして車に一旦直して、それから帰ってきてからここをバラしてですね、カバーを全部バラして掃除をして、確認をバッチリしておりますので、わざわざ、コンプレッサーをで引っ張り出して吹かして、またコンプレッサーのタンクのエアを抜いてとか手間がありません。電池を差し込んで、そうですね、そうですね、これで十分です。軽く2回ポンポンとやると弱でふわーっと風が出ます。それで強く2回ポンポンと連続でポンポンとすると、さーっと連続でも指をつまんどかなくても回るということですね。もう一回やってみます。弱、2回ポンポンとすると弱で回ります。それで今度はこれは風量が足りないなと思われた時には、もう2回強くポンポンですね、ポンポンですね、あら、そうですね、はい、連続作業ができるということですね。1回か2回とかでもまあこういう感じでできるということですね。それで1回でスイッチが切れるということですね。それで連続作業したい場合には握りっぱなし、こういう感じです。これよりももう一回りワンランク、ちょっと形は違いますけど、ちょっとだけ大きいのがあります。それは私の場合は場所を取るので、この小さいこのタイプにしたということですね。それで掃除もバッチリできました、間違いありません。コンプレッサーの代わりに、コンプレッサーの 100% の代わりはできません。約 80% ぐらいはバッチリいきます。私が使用したハンディチェーンソーですね、マキタさんのハンディチェーンソーと、このハスクバーナーの T540XP でバチバチ切った後、鍵に掃除をして、車に鍵保管をして帰ってきてから、もう一回これでバッチリ掃除ができた。これはもう私が証明付きですので、間違いありませんということですね。わざわざもう一ランク大きいのを買わんでも、まあコンパクトサイズが好きな方はこちら、私はコンパクトよりもちょっとだけ風量が欲しいなという方はもう一回りですね、これ形、この形じゃなくてもう少し中にややこしい形をしたのがあります。そちらもありますので、どうぞ販売店に行って見て、電池をつけて風量を確かめて購入していただければ相当使い道があります。もうこれでも何回もあんま言うとですね、リュウちゃんくどいち言われますので、一旦これで終わりまして、次は 80VMAX ですね、これをですね使ってちょっと草刈りをやってみます。最近ですね、ちょっとですね、なんかそんなに目いっぱい使ってないんだけど、なんかここがですねカタカタカタでね、この間ここネジを締めたんですけど、なんかこのこれはやっぱり中国とかどっかあちらで作ってるんですかね、私はそういう情報はあまりこの深掘りしないもんですから、日本国内で作られている割にはなんかこのガタがですねコトコトするということですね、不良品なんですかね。だから牧田さんもちっちゃい玉すりで作ってもらわないと、なんかコト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 してですね、なんかどっかネジが緩んどったらあるかいと思ってですね、この前もグーッとしたら閉まっちゃったですよね。だからその正確性がないということですね。
今の現段階で言えるのはですね、まあ、他のその機械はどうなるかしらんですよ。八丈とマックスを持っていらっしゃるこれですね、これですね、このガタがあるのがいいのかですね、ちょっと私は分かりません。コトコトコトですね、なんかネジが半端ネジが半端いろんなみたいな、コトコトですね、コト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 しますよね。だからああいうところから引っ張り出すときにですね、これでコトコトコトすればなんかコト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 するんですよね。だからこれが国内でバッチリ製造されているのかな、あちゃらさんで半端製造されているのか、だからこういうガタが出るのかなって、私はこの、日本国内で作られているのか定かではありません。コトコトですね、ここの肝心からみんな本体の部分のどっかこのシャフトなんかの付け根のあたりが、なんていうんですかね、5ミリぐらいは軽くあると思います。これですね、これですね、一応これが気づいたので言うとこねえかなということですね。これが国内産のバリバリの寸分たがわない政策をしてやればこういうガタはないと思います。ですのでアテラさん製造の商品なのかな、まあ、これもちょっと諦めに入らないかんのかなということですね。ガタがあったらいかんとこにガタがある、それがよくあるのがアチャラさんということですね。日本国内で作られてあればこういうガタは絶対に生産ラインを通過しないということですよね。日本の場合は厳しいですから、アチャラさんの場合はまあつけてなんとか回ればいいだろうというので発送するからですね、まあ、ちょっと分かりません。日本国内で作られているのかアテラさんなのか、日本国内であればですね、このガタは絶対生産ラインを通らんですもんね。ネジをこの間もあなんかガタがあるな、ネジが緩んだのかなと思って締めましたけども、やはり変わらんですよね。もう早めに持ってって書いてくれと言った方がいいのかですね、こういうガタは許されるんですよね。カバー全体がガタがあるということはシャフトの部分にもこのガタがいくということですよね、多分分からんですよ。これがガタがあるということはモーター全体的が動くのかですね、まあもう一回ですねネジを確認して締めて、あやっぱきついよなという状態であれば、鹿児島県鹿屋市にあります株式会社富谷さんに持って行って今ガタは許されんのじゃないけという話をしてですね、もう交換してもらわんな、このまま使い続けてガタがひどくなってですね、モーターがガタ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 すればですね大変なことですよね、まあ、これはちょっと気づきましたですね。だから日本国内で生産ラインをですねバッチリ通った機械なのか考えるとやはりアチャラさんじゃないかなと思いますよね。アチャラさんの場合は生産ラインもクソもないからですね、バチバチ通って回ればいいというような感覚ですから、日本の場合は生産ラインをきっちり通過をして最終点検でガタがあるとかないとかというのを完璧に見ますのでですね、だからこのモーターのこのカバーの部分がガタガタしますので、モーターもシャフトとつながっているこのもガタがしているんじゃないかなと思いますよね。多分ですよ、私は分かりません、詳しいことは。これはまた問い合わせをして本体がガタガタするけどもこれで使っとっても大丈夫なのか、これがちゃんと生産ラインを通過して検品された商品なのかというのを確認をしてですね、ガタがあるとまずいですって言ったらもう書いてくれちゃうんですね。私もそのバンバン投げるタイプじゃないですね、そっと置くタイプですので、これがあったらいいかなと思って、またちょっと愚痴が入りましたけども、ガタがあったらいいかのにガタがあったというような感じですね。ですので、ただめよりですね、場所を変えて草刈りをやっていきたいと思います。また話が長くなります。最近ですね、草刈りをするより話をした方が疲れんよなというのはちょっとここら辺にあるんじゃないですかね。ですので、この後はですねちょっと装備を払って草刈りに移りたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。
ではこの辺りからですね、車が通れるようにきれいにしていきたいと思います。本日は、40V 8A に交差しての、80V マックス、それでナイロンローターがですね、ジェットフィット2本出し、それでナイロンコードがテクニブレード 7mm ですね。これで最初はちょっとここは弱でいきたいと思います。今これがですね、1のレベルの中回転ぐらいですね。これはアクセルレバーで操作ができますので、細かな操作ができるということですね。今、レベル1の中速回転ぐらいですね。レバーが半分ぐらい引いてあるということですね。よっしゃ。今レベル1の全開でいきます。ここあたりはですね、砂利とか砂利が敷いちゃって障害物が結構出てきます。それでジェットフィットのですね、下の安全カバー、なんていうんですかね、ジェットフィットの下にこうカバーがついてるので、それも外してあります。なるべくこの下を地狩りをしたいという感じですね。現在レベル1の中から半分から全開を握るような感じですね。レベル2でいきます。なんか1じゃコードがなんかグッといきますね。じゃあもうちょっとプッ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 プ、今この機械は細かな操作がアクセルレバーでできるということですね。だから極端に短い草は弱で、
その各モードの 1,2,3 というモードがあります。その各モードで弱、中、強という感じでですね、できますので、だいぶ楽ですね。障害物に出くわしたときはですね、パッパッパッと操作ができますので。よいしょ、あともうちょっとやな。よっこそ。よいしょ。やはりこのタイプはですね、レベル1、レベル2、レベル3のモードの各モードで逆回転、なんていうんですか、中速回転、思うがままにアクセルレバーの操作ができるということですね。ですので非常に仕事がしやすいですね。障害物に出くわした時にパッと緩める、短い草になったらパッと緩めてスーッと刈って、ちょっと長い草が出たらグッと握る。今日はですね、なんていうんですか、砂利道、簡単に言う砂利が敷いてある、ところを草刈りをしておりますので、バンバン飛散物が、砂利なんかが飛んでくる可能性が高いなということで、今日はスネガードなどもですね、しております。今現在レベル2ですね。レベル2のアクセルをちょっと、掴んでいるという感じですね。こういう時に障害物に出くわした時がですね、ここは何もないな。よし、ここ何もか。こっちにやっとくか。何かが突っかかったな。よいしょ。これなんていうんですか、こちらでなんていうのかな、山芋じゃなくて、なんとかというやつですね。でんぷんの元となるなんとかというやつですね。よっしゃ、外れました。よいしょ。では再開いたします。
いかんな。もう目いっぱい巻きついとですね。これは、これか。こうやな。これなんて言うんですっけ。小指ぐらいのこのつる状のやつですね。でんぷんを、でんぷんって言うんですっけ。昔は重宝がられていたんですけど、今じゃですね、迷惑なもんですね。こう巻きつくから。こういう時がですね、なんかこの切るのを持っておけばいいんですけど、今日はもう何も持ってきてないですね。よいしょ。よいしょ。この鶴状のやつがですね、なんちゅうんですかね、これは。すぐ名前を忘れるんですけど。よいしょ。ほら。なんかもうこう、紐をきびったみたいに、紐を結んだみたいにもうがっちり巻きついとですね。よいしょ。ここへな。よっしゃ。これで、スルスルっと取れる。よいしょ。こういうので、やっぱり心が折れますね。ごめんなさいって言いたいですね。よし、まだコードは、お、結構すり減ったな。よいしょ。突き当たりまで。突き当たりまで行ってから、これは、よいしょ。突き当たりまで行ってから、カメラの移動をして、また次に行きたいと思います。よっしゃ。最近ですね、なんじゃかんじゃ調子が悪くなってきたですね。空調ヘルメットのファンのスイッチがなんかちょっと怪しくなってきましたね。よっしゃ、ドラー、再開。ああ、ここはコードが、いや、コードじゃなかった、このツル状のこれがすごいな。こっちにやっとけ。よっしゃ、オッケー。はい、かんなぁ。嫌になりますね、これになると。ハスクバーナーあたりだとですね、もうこういうのもバチバチ切ってくれるんですけどですね。うわぁ、これはもう、どのように巻きついちょっとかというぐらい巻きついてますね。昔山本リンダさんですけど、山本リンダさんの歌に、困っちゃうわーとかなんとかっていうのがあったやつだね。ので困っちゃうわーっていうのは私が言いたいぐらいですよね。よっしゃ。これはですね、煮ても焼いても食えんからですね。よいしょ。今こういうやつですね。紐のような感じのやつですね、なんか。よいしょ。こういうところは何歩か進めば絡まってですね。レベル3に行きます。レベル3でもバチバチぶち切っていきます。レベル3でもやっぱり止まりますね。巻きつきますね。これもどうしようもならんですね。おお、バッチバチ巻きついとですね、やはりこれ、ね、やっぱりほっとくとこういうのがどんどん生えてきますからですね。後でこういうふうに面倒になるということですね。こまめこまめにしとかんな。ここは今どっか半年ぐらいは軽く放置してたんじゃないですかね。半年ぐらいかな。
7、8ヶ月ぐらいですかね。ですね、こういう通常ののがどんどん生えてですね、我が物放題に。これいざやるときにこういう風にバンバン巻きついて、心が折れるっていうやつですね。よいしょ。おー、すごいな。小指ぐらいのやつですね。小指ぐらいのやつですね。レベル3の全開でも、やっぱりぐっと巻きつきますね。ほら、ほら。ダメだ、こりゃ。まあ、いますね。もう今の心情はですね、どっかそこの中に投げたいようなアンビガスですね。シュレッダーブレードだったらですね、もう あまりこのバンバン飛び散らかしますので、あとが怖いですよね。二の危険を感じるというのは。よいしょ。やはりテクニブレード7ミリでもやっぱこういうやつはですね、なかなか難しいですね。どこがどうなってるかというぐらいはすごいですね。ごめんなさいと言いたいぐらいですね。これはどうだ？これをこうすると、取ってこれがくるくるやな。あまりこういうところはごめんなさいって言いたいですね。もう進まんですもんね。全然。よいしょ。本当はこういうところはですね、刃物を使ってバンバン行けばいいんでしょうけど。砂利があるからですね。砂利はあるわ。もうこんな感じですよね。よいしょ。よいしょ。どこさ。よっしゃ。ああ、やった。今度は、ゴムですね。うちのチビラがここで遊び回って、これを縄跳び代わりみたいな感じにして投げとってたもんね。その後を、リュウちゃんがヘッチラヘッチラこの巻きつけながら、よいしょ。作業せんないかんということですよね。よいしょ。こういうアリですね。ゴムですね。サッシ戸の、サッシの枠にはまってるゴムですね。こういうのがもう、ここたりに投げ散らかしてありますね。縄跳び代わりにして遊んだんでしょうね。よいしょ。もうあとは何もないよな。ああ、こんなんなんだ？ああ、これ仕事にならんですね。参りましたね。ごめんなさいって言いたいですね。勘弁してよーってな。よいしょ。めげないめげない。よいしょ。よっしゃ。よいしょ。よいしょ、生徒、生徒。もうここあたりはですね、何が投げちょくかわからんですよね。よいしょ。
あげくの果てにはですね、イノシシさんがもう、なんちゅうんですか、ユンボで穴掘ったぐらいボッコボコやつですね、遊び放題ですね。ここにも通路ができてますよね。ちょっと音がおかしくなってきましたね。多分もう片方が消えてるですね。あ、だいぶ短くなってますね。よいしょ。電池の残量を見てみましょうか。まだレベル4ですね。電池の残量はまだ4つついてますね。一旦カメラの移動をしてですね、それから替えのコードなんかを持ってきます。もう向こうなんか掘り散らかしてすごいですね。今なんちゅうんですけ、なんかここに白いのが見えますよね。これはあ、なんちゅうんですけ、最近名前を覚えたさんにですね、もうここら辺はですね、このくらい掘っちゃですね、あっちゃこっちゃ。だからここをまあ仮にわからんでですね、草がほやほや生えてずっと歩いてくれ、そのままスパーッて足がこの膝ぐらいまで入るぐらい、あちらこちらですね、もうやりたい放題ですね。この中もすごいことになってますけどですね、まあ一旦次の準備をします。次はコードの交換をいたします。よいしょ。テクニブレード7ミリですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。この今使用済みのですね、短くなったやつはですね、取っといて、また次の下のランクの草刈り機に使えるということですね。ですので、あまりですね、この回転がバンバン上がるぐらいまで使わなくて、途中で早く変えて、あとはE 型リングスリーブですね、あれでかしめて、次の小さい機械で使うということですね。よっしゃ。ちょっとこのマイクの線がブラブラしますけどですね、ここにナイナイして、次に行きたいと思います。次はもう少しこっちやっとこうかな。よいしょ。今ここら辺はですね、私が知り合いからスレートですね、スレートをいただいたりして、車庫を作らないかなと思ってですね、溜め込んでるんですけど、1個車庫を作れない状態ですね。よっしゃ、レベル3。もうちょっとだけ行きます、こちらへ。
あー、やっちゃった。どうしようもこうしようもないですね。もうこんなに巻きついてますね。よいしょ。いやいや、この作業場所でもですね、時間をスースー食らう場所、スースー行く場所とかですね、テクニブレード7ミリですね、ある程度この通常のこれもパラ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 っとはいくんですけど、ちょっと油断するともう巻きついてしまうという感じですね。よいしょ、よいしょっと。こうなればですね、どこがどう巻きついとかわからんごなんですね。本来であればこう釜を持っとってですね、さっさっさっと切ればスムーズに取れるんでしょうけど、最近道具の入れ替えをしたもんですからですね、どこに何が置いてあるかわからんというような感じになってます。大変ですがよ。よいしょ、よいしょ、よっしゃ、これで OK やな。よいしょ、これをまたここに投げちょっとですね、また絡みますから向こうに投げます。よっしゃ、よいしょ。電池の残量がまだレベル4、もうそろそろ変わるのかなというような感じですね。よっしゃ、もうちょっと頑張ります。スイッチオン、レベル3。わーやー、あったあった。お、あー、やった、師匠。あら、ちょっと油断すればですね、パッと巻きつきますね。あー、今度はもうなんだこりゃというような感じですね。こう取って取って、いや、ほら、これすごいな。あんたはどう巻きついてるのかちゅうぐらいですね。よいしょ、よいしょ、よっしゃ、添えた。よし、もうちょっと。おお、よっしゃ、よっしゃ。もう今回はめちゃくちゃに巻きついてますね。よっしゃ、よし、オッケー、よいしょ。ほんでこっち向きでいくか。
よいしょ。今度はここにですね、車で前進を車でしてきてですね、車で前進をしてきて、こちらにこう頭で突っ込んでですね、それから今度はこちらの方向にバックをしていかないといけないという作業が待ってますので、このような感じになってますけども、よいしょ、こういう感じかな。今このできうる限り車が下までスーッと降りれるようにですね、もう行動を変えようかな。ちょっと次からはちょっとややこしいところに入りますからですね、もう今ここはですね、キビなんかがもう遊んで投げ散らかして、何が投げ散らかしちゃうかわからんですね。これをまた私が向こうにポンと投げると、次の作業の時にまた巻きつくという感じですね。敵にブレード7ミリをまた変えます。今この使ったちょっと短くなったやつはまた次の機械で使うということですね。よいしょ。あまり短くなるまで使うとですね、次の機械で使えませんので、よいしょ、そこそこ短くなった時点でですね、もう書いてあげれば2回3回、運が良ければ4回使えますよ。私なんかあの BC200T ですね、ホームセンター購入の BC200T20cc あたりでも使えますので、4回ぐらいは使えますよね。だからもう回転がちょっと上がってきたなと思ったら、もうすぐ交換してあげればいいですね。よっしゃ
ょう。結構テクニブレード7ミリは威力がありますね。よいしょよいしょよいしょっと、もう少しですので頑張っていきたいと思います。よいしょ。テクニブレード7ミリを変えようかな、どうしようかなというところで、もう少し頑張ってみます。ちょっと、テクニブレード7ミリが短くなって、早めに交換しないともったいないですので、交換いたします。よいしょ。また少し巻きついてますね。よいしょ、よいしょ。よっしゃ、では2本を出して、2本を差し込みます。ジェットフィットのこの2本出し4本出しはこのパパッと変えてすぐ作業ができるっていうのがいいですね。よいしょよいしょよいしょ。ちょっとだけ汗が出てきましたのでファンを回します。よっしゃ、今現在レベルが2ですね。その下まで行くかな、入り口の下まで行くかな。では行きます。
おう、よいしょ。今ここがちょうど綺麗にあの、なんていうんですか、イノシシさんの通り道が綺麗にできてますね。よいしょ。とテクニブレード7ミリをもう一度交換いたします。ちょうど長さがいいぐらいですね。次に使う時がよいしょ。まだそんなには擦れてないですけどですね、よいしょ。よいしょ。あと1回カチャッと出して、よっしゃ、これは短いな。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、仕上げ仕上げ、電池が足りるかな。もうレベル2。おー、レベル1だな。もう切れますね。よいしょ。どこまで行くかな。
まあ、このような作業であれば電池2個あれば十分に作業が行えるということですね。こういう感じですね。よいしょ、ちょっと上向いたな。よいしょーと、よいしょ、あと上まで行けるかな。よいしょ、よいしょ。よっしゃー、もうパワーがちょっと落ちてきました。よいしょー、よいしょ、よいしょー、しょ。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。やはりこういう砂利道とか障害物のあるような時は、やはりこういうスネガードですね、スネガードをぜひですね、つけて作業を行ってください。そうすると少しでも安心ですね。それとこういう、ヘルメットをですね、だからエンジン式などでバンバン行かれる方はイヤーマフをちゃんとつけて、こういうネットをピシャッと下ろしてですね、バンバン作業をしてください。そうすると自分も安全、なおかつ周りに心配をかけないということですね。怪我をすれば、まあお父様、お母様とかご先祖様とかですね、心配されますので、なるべく万全の体制に近い形ですねで作業していただければ、このようにバンバン、電動草刈り機の化け物でですね、テクニブレード7ミリをバンバン振り回しても安全第一で作業が行えて、無事に家に帰って晩ご飯を食べて
またいろんな語り合いができるということですね。これが怪我をしたりですね、なんか飛んできた、刺さったとかですね、まあこの辺りはですね、私の場合はあのガードができませんので、スネガードのこれだけなんですけども、まあたまに、まあ今日はなかったですね、飛んできたのは。飛散防止、ステンレスの飛散防止のカバーがついておりますので、大概この辺りには、どっかこの辺りを飛んでいきますね。ですので皆さんもですね、作業される場合にはですね、万全な体制でですね、挑んで、バチバチ遠慮なしに、今のようにですね、バンバン行けるようにですね、この辺りはちょっとこの柱が出てますけど、これもですね、多分イノシシがですね、向こうから押したんでしょうね。すごいですね、イノシシの力というのはですね。もう、この中はですね、もう、穴を掘り散らかして、もう向こうなんかも土手があったんで、その土手も崩してですね、自分が通りやすいように道を作っとるんですよね。昔はここにですね、西美国宝鳥という名前のですね、黒い、天草大王と、シャモ鳥と、シャモの黒いメス鳥とですね、掛け合わせたのをですね、ここにどんくらいですかね、150から200ぐらい飼育をしてましたけどですね、やはり、この田舎の山の中です。ふもとですから、もう何が来るかわからんですね。一時はですね、200匹ぐらいここにゾロゾロしてましたけどですね、もう扉開けたらもう後をどんどんついてくるというような感じですね。餌が回ると思ってですね。鶏と散歩した時期もありましたけども、またそこの下に池があってですね、池があって、鯉なども話しておったんですけども、今はまた整備をせんないかなと思って、またここに車が入れるようにして材料を運んでですね、またあの池の上の方をきれいにしたりとかしようかなと思っております。本日はですね、この辺で長くなるといけませんので、おいとまさせていただきます。やはり作業をする前に点検ですね、ゴムのホースがあるとか何があるとかというのを点検をしてですね、ある程度してから作業されれば、今回のように巻きついたとか何とかかんとかというのがあんまりないんじゃないかなと思います。本日もですね、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。りゅうちゃんの田舎暮らしをですね、チャンネル登録をしていただいている皆様ありがとうございます。なお、りゅうちゃんのですね、このはちゃめちゃな田舎暮らしをですね、楽しみにお待ちの皆様ありがとうございます。では本日はですね、前半がちょっと話が長かったんですが、後半はですね、もうこんな感じで車がこう来てバックをして、あそこに材料を持って行って池の補修修理をする、そのためにきれいに道を作らないといけないなというような感じですね。本日はこのような感じです。ではまた次回もですね、草刈りを頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日はこれでおいとまさせていただきます。本日もありがとうございました。ではさようなら。